皆さん、こんにちは。マヤミキさんは日本のエンターテインメント業界においてその華麗なる経歴で知られています。1981年に宝塚歌劇団に入団し、1998年に退団するまで、彼女はその才能と美貌で多くのファンを魅了し続けました。宝塚での輝かしいキャリアの後、彼女はさらに幅広い分野での活躍を見せ、特に映画「踊る大捜査線」での演技は大きな注目を集めました。しかし、マヤさんの人生は光だけではなく影も伴っています。彼女に関する多くの噂がインターネット上で語られており、中でもテレビパーソナリティのマツコ・デラックスさんが彼女を嫌な女と評したことは大きな話題となりました。この発言はあるバラエティ番組でのもので、それ以降マヤさんの人間性に関するさまざまな議論が巻き起こりました。しかしながら、マヤさん本人からの明確なコメントはなく、噂の真偽は不透明なままです。マツコ・デラックスさんによれば、彼女は過去にマヤミキさんとの間である種の不快な交流を経験したと述べています。具体的には、あるテレビ局での偶然の出会いでマヤさんがマツコさんの挨拶を無視したというエピソードがあります。この話は2人の間の複雑な関係を示唆していますが、マヤさんからの詳細な説明はありません。プライベートでは、マヤさんは2008年にバレエダンサーであり、日本バレエ界における重要な役割を担う西島千尋さんと結婚しました。西島さんはマヤさんよりも8歳年下で、その甘いマスクは多くの人々の注目を集めています。彼はバレエスクールの設立者としても知られており、バレエ界における先駆者としての地位を確立しています。夫妻の間には不仲の噂はほとんどなく、2人は幸せな家庭生活を送っているようです。マヤミキさんの今後の活動には多くの人々が期待を寄せています。彼女のこれまでの経歴は、華やかな舞台の光の中だけでなく、多くの困難や挑戦を乗り越えてきたことを物語っています。マヤさんの持つ才能、彼女の人生に対する姿勢、そしてそのパーソナリティは、今後も多くのファンに影響を与え、インスピレーションを与え続けることでしょう。このようにマヤミキさんは、その多面的な人物像と多彩なキャリアを通じて、日本のエンターテインメント業界において重要な役割を果たしてきました。彼女のこれからの活躍に注目が集まる中、彼女の個性や才能がさらに多くの場面で光を放つことが期待されています。マヤさんに関する情報の真偽については、さらに詳細な調査と確認が必要ですが、彼女のこれまでの業績は疑いようのない事実として、多くの人々に記憶されています。元宝塚歌劇団の花組と月組の男役トップスターであったマヤミキさんと天海祐希さんは共演 NG の噂があります。2人はほとんど同じテレビ番組で見かける機会がなく、仲が悪いのではないかとも言われています。ただし、実際の関係はどうなのでしょうか。まず、マヤミキさんのプロフィールです。彼女の本名は西島美希で、1964年1月31日生まれです。身長は166センチメートルで、広島県広島市出身です。最終学歴は豊中市立第二中学校とのことです。彼女は少し天然っぽい性格をしていると評判です。一方、天海祐希さんはどのような人物なのでしょうか。彼女は宝塚歌劇団の月組で男役トップスターとして活躍しました。しかし、詳しいプロフィールについては公表されていません。マヤミキさんと天海祐希さんの仲が悪いという噂ですが、その理由は明確ではありません。宝塚歌劇団では先輩後輩の上下関係が非常に厳しいと言われており、先輩が後輩に対して偉そうな態度を取ることがあります。また、2人のキャラクターが似ているとも言われています。マヤミキさんと天海祐希さんの共演 NG の噂については、テレビ局側もメリットがあると考えられます。バラエティ番組などではキャラかぶりを避ける傾向がありますので、両者が共演する場合は注意が必要です。マヤミキさんと天海祐希さんの関係については詳細が分かりませんが、彼らの個々の魅力や演技に注目していくことが大切です。2人の共演が実現することを楽しみに待ちたいと思います。以上がマヤミキさんと天海祐希さんについての情報です。彼らの関係については正確な情報がないため、噂や推測に過ぎません。
今後の2人の活動に注目していきましょう。マヤミキさんといえば諦めないでの CM でおなじみですよね。アラフィフになってもなお若々しさを保っているマヤさんは視聴者からも高い人気を集めています。そんなマヤミキさんの過去には数々の試練がありました。また夫である西島千尋さんとの離婚の噂も絶えません。今回はマヤミキさんの試練の過去と夫との関係について詳しくご紹介します。まずは諦めないでの CM の深い意味について考えてみましょう。マヤミキさんはもしあの時諦めていたら今の自分はなかったと語っています。彼女の人生にはたくさんの壁や困難がありました。宝塚音楽学校の入学試験での挫折感や女優転身の苦労などそれぞれの局面で彼女は立ち向かってきました。その試練を乗り越えることができた要因はまさしく諦めないでという精神です。まず宝塚音楽学校への入学試験での挫折感から話を始めましょう。マヤさんは入学試験で39人中37位という結果を受けました。この結果に彼女は落ち込み、私って才能ないかもと思ったそうです。頑張って努力したのに思ったような結果が得られなかったことは本当に辛いものですよね。マヤさんは母親に相談し宝塚を辞めようか悩んでいました。しかし母親はついこの間初舞台を踏みましたというハガキを親族に出したばかりだからあと2年ぐらいやってくれないと恥かくわよと励ましました。この言葉が結果的にマヤさんの人生を良い方向に導くこととなりました。ネガティブな人ならどうせダメなのにやるのめんどくさいな、適当にやろうとなってしまうかもしれません。しかしマヤさんは違いました。せっかくだから自分の力の限り全力でやってみようと思ったのです。彼女は日々山手線を何周もし、男性とはどんな存在なのか、どんな男性らしさがあるのかについて研究を積んでいました。その努力が実り、マヤさんの男役はオリジナルなものとなりました。個性派として注目を浴びる存在となり、一気にトップスターに近い立ち位置になることができました。まさに彼女は諦めないでを体現しているのです。夫である西島千尋さんとの関係についても触れていきましょう。最近では2人の離婚の噂が浮上しているようです。しかしなかなか離婚の兆候は見えません。夫婦仲の良さがうかがえる理由もあります。夫西島千尋さんはハイスペックな人物としても知られています。彼とマヤさんはお互いを尊重し合い支え合う関係を築いてきたのです。しかし離婚の噂が浮上した原因もあります。一部では夫婦仲が悪化し離婚が現実のものになるのではないかと噂されています。しかしマヤさんと西島千尋さんとの関係はまだまだ修復可能な状態にあると言われています。お二人はお互いを尊重し合い長い時間を共有してきました。このような絆があるため夫婦仲を修正することもできるのです。最後に一言ですが、マヤミキさんは諦めない精神を持つ女優として多くの人々に勇気と希望を与えてきました。彼女の姿勢は私たちにも大いに学ぶべきものがあります。今後もマヤミキさんの活躍に注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。